で、私絶対さ、ドレスはさ、マーメイドドレスがいいなと思ってるんだけど、うん、でもさ、今日試着したあのさ、お姫様みたいなふんわりしたやつ、 あれも可愛かったよね。どっちがいいと思う？でもスタイルいいからマーメイドの方が似合うんじゃない？もう嬉しいけど、でもどうしようかな。お色直しも何回もしたいから、両方着るっていうのもあり。着付けの時間考えたらさ、だってさ、一緒に一度なんだよ結婚式って。まあそうだけど、いっぱい着たくない？可愛い私いっぱい見たいでしょ。今日この後は夜さ、ドレス選び終わったら、試着終わったらさ、ご飯行く？ごめん、今日はちょっとさ、予定ある？うん、仕事？うん、本当に？本当。まあしょうがないよね、ヒロ忙しいもんね。分かった、じゃあお仕事頑張ってね。ドレス選んでくる、行ってきます。大好き。俺も大好き。じゃあね、行ってくる。可愛いドレスの写真送るからね。はい、じゃあお仕事頑張って。じゃあね、行ってきます。あ、もしもし、ミカ？うん、元気？そうそうそう、今日さ、結婚式場の下見してドレス試着するんだけど、うんうん、そう、めっちゃ楽しかった。もうね、憧れのホテルって感じで、いやもう楽しみすぎて、もうほんと幸せ。そう、やばいの。もうね、ヒロ本当に優しいし、なんか最初は、まあ、玉の輿乗れたらラッキーって思ってもう本当に愛されてるなって感じなの。うん、でもね、ちょっと聞いてほしいんだけど、そう、なんかね、最近ちょっとなんて言うんだろう、女の勘みたいなあるじゃん。そう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 、あるじゃん。なんとなく怪しいなみたいな、なんて言うんだろう、なんかね、前はそう、お風呂入る時とか携帯なんて机の上にポーンって置いて、あ、別にどうぞ見てくださいって感じだったの。そうなんだけど、なんか最近絶対お風呂とかにも持っていくし、電話とかかかってきてすぐなんかパッて裏返したりとか。そう、え、めっちゃ怪しくない？そうなの。え、でもヒロに限って絶対そんなことないと思うんだよね。あ、でもね、聞いた後ね、この間そう、なんか仕事あるって言われて、で、なんか終わったらじゃあ一緒にご飯でもって思って、そう、職場までね、そう行ったの、会社まで。え、そしたらいなくて、え、なんかそう、それが結構決定打だったんだよね。もうヒロに浮気されたら私死んじゃうかもしんない。うん、え、マジで？え、そんな突撃訪問みたいなのあり？え、やばくない？惹かれないかな？惹かれないかな？でもそうだよね、私愛されてるもんね。そうだよね、愛されてるもんね。大丈夫だよね。OK。 え、ありがとう、本当。もう見かけてよかった。うん、ありがとうね。はーい、じゃねー。え、なんで？もうバレた時はバレた時じゃない？やばすぎる。だって私悪くないもん。そんなため息つかないで、もう取り返しつかないんだから。どうやって返そうかなって。エリア、こんにちは。